最後勝ちたかったですけど勝ちきれなくて、あーちょっと悔しいです。まずは皆さん、応援ありがとうございます。いろんな思いが私にあります。私も彼らと同じように3年間、頑張ってきました。非常に楽しい時間を過ごしました。やっぱり勝つこととかは非常に難しいですが、こういう経験とかいろんなことをスクラップしてまた新しいのを作るというエネルギーは彼らが誰よりも感じてくれたと思いますので、胸を張ってこれから学校、社会に行って活躍してほしいなと思います。私は、彼らからちょっと泣きそうなんでねごめんなさい、夢をもらいました。ありがとう。高校生の頑張りでこんだけ火がつくってすごいですよね。ほんとすごい。これから1、2年生いますけど、もう力ないけども応援してください。なんとか私も頑張ります。ありがとうございました。まずは、統合後初勝利目指したんですけど、叶わなくて、すいませんでした。去年から試合出て、勝ちたい気持ちは強かったんですけど、負けてしまってそれぞれの道にこれから進むので、13人ですけど、これからもよろしくお願いします。総合初勝利は、自分たちの後輩に託すので、これからも能代鍵の応援よろしくお願いし、応援をお願いしたいですし、やっぱ自分たちの応援をまだこれからしてほしいので、これからもよろしくお願いします。勝ちたかったんですけど負けてしまったんで、悔しい気持ちあるんですけど、自分たちは能代鍵らしさっていうのを全開に出して、プレーすることができたので良かったと思います。本日は応援ありがとうございました。最後勝ちたかったですけど勝ちきれなくて、ちょっと悔しいです。3年生もみんな仲良く最後まで行ったと思うので、ありがとうございました。あと保護者の皆さんも支えてくれて、ここまで来れたと思うので感謝しています。ありがとうございました。嬉しい時間いっぱいあったし、けども3年目でさ、思えば2年前だよな。2年前のいろんなことはあったし、俺もねやめようと思ったよ。2年前はありすぎた。お前たちがいてくれたから頑張れた。本当感謝だし、楽しくやろうって言って俺が一番楽しかったかもしれない。予定より、早く負けてしまったけども、相手も強かったし、このチームも、どうしよう頑張ったよねって言ってくれると思うんだ、変化とか、新しいこと挑戦しようということに勇気を持ったことを自慢して、俺自慢するよ。学校先生やってるうち、だから引退してからもずっと自慢する。お前のこと自慢。これからもいろんな結びつきとかね、つながりを大事にしてやりましょう。幸せでした。これからも幸せになります。みんなもなりましょう。ありがとう。以上、拍手。やっぱ統合後初の自分ら2学生で、その勝てなきゃいけないっていう今度はそのプレッシャーがあったんですけど、今回負けてしまったんで、その統合後初よりはやっぱこの自分たちの後輩に任せたいと思いますし、自分も期待してるんで、すごい勝ってほしいと思います。
今年のチームはやっぱみんな仲いいですし、まあ、能代限らしさというんですけど、上下関係とかそのみんなが過ごしやすい環境というんですか、やっぱそういうのがやっぱ整っていると思うので、過ごしやすい環境っていうのはやっぱ後輩からも言われてたんで、やっぱそういうとこが今年のチームのそういういいところだと思いますね。そのやっぱこの3年間中3にやってきてとても楽しかったですし、今回負けてしまったんで、まあ、その分でも悲しいと思うんで、まずありがとうって伝えたいですし、これからも次の政治でみんな進んでいくためにそこはみんな支えてまして頑張りたいと思います。自分は大学のバスケットできるんで、まずは自分のチーム2部なので、その一部に導かせるようなチームになって、もっと試合に出て活躍していきたいと思います。